はい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 、ちょっと気持ち早すぎるかもしれないんですけど、まあ僕の中でもうジャイアンツ優勝かなっていうふうに思うので、もし優勝した時のね MVP とかをちょっと発表させてもらいたいなっていうふうに思ってます。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください、よろしくお願いします。はい、今日の企画なんとも痛い企画だと思うんですけども、お前が言ったらまた負けるやろみたいな感じで思う人いるかもしれないですけど、まあね、それを承知でね、今日ちょっとこういう企画やっていきたいなっていうふうに思ってます。はい、昨日ですね、まあその素晴らしい試合でしたよね。あの9回に9点取るあんな試合、僕なかなか見たことがないんですけど、まあね、そういったゲームができる、それに2位の広島に対してできるっていうところで、ちょっともうね、流れがもう完璧にジャイアンツに来てるんじゃないかっていうところを僕マジで思ってまして、でめちゃくちゃ気が早い、おそらくですけども YouTube 界 YouTuber 界で僕しか多分やってないと思うんですけど、もう巨人が優勝するというふうに決めつけてやばいと思うんだけど、あの MVP 誰なのっていうところをちょっと見ていきたいと思います。はい、動画始めていく前にですね、皆さんにね告知させてください。僕ね2024年までにですね、この今年までにねチャンネル登録者数5万人、500人違うからね、ほんまに500人ちゃうからね、5万人ね、5万人をマジで、今目指してまして、で、というのも、やはり、チャンネルとして大きくなっていきたいっていうのもありますし、5万人いった暁にはですね、ジャイアンツの選手を絶対このチャンネルに読んで対談します。はい、言い切りました、僕ね。はい、今言い切りました。だからもう言い切ったんで、もう絶対やるんで、本当に5万人、よろしくお願いします。本当にまだチャンネル登録してない方いたら、ポチッと押すだけなんでね、チャンネル登録ポチッと押して、高評価ボタンポチッと押したらですね、マジで、5万人いけると思うんで、本当にね、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。はい、面白い企画どんどんやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日はですね、巨人がもう優勝したんでね、はい、優勝したんで、嘘です。してないですよ。してないですけど、僕の中で優勝したんで、ちょっとね、MVP っていうのをね、僕選んでいきたいと思います。はっきり言って、もう一人しかいないわけですよ。はい、MVP なんでね、まあ一人なんですけど、まあはっきり言って、まあ菅野さんですよね。もう完璧に菅野さんなんですよね。まあ復活を果たしたっていうところもそうですし、まあこの成績見てもね、もう素晴らしいと、もうはっきり言って誰も文句のつけようがないというところですね。で、まあ今年の、まあシーズン終わってないですけど、成績見ていくと、まあ21試合登板しておりまして、防御率が 1.60。で14勝2敗。で、負傷率が8割7分5厘。これ、えぐいよね。どう考えてもえぐいね。うん。で、ウィップが 0.93 というふうになってます。で、もしかしたら、ジャイアンツのめちゃくちゃファンの方がいらっしゃったら、あれ、この成績、どっかで見たことあるかもしれないっていうふうに思われた方、いらっしゃるかもしれないです。これ、というのも、僕がまだ在籍した2020年、菅野さん、まあ、すごい成績を出してるんですけども、その時、まあ、ジャイアンツが優勝した年なんですけど、その年と全く一緒なんですね。うん。2020年の試合見ていくと、成績見ていくと、20試合登板で、防御率が 1.97。まあ、少し防御率上がってますけども、でもまあ、ほぼ一緒。で、これがすごいんですけど、14勝2敗。これ、2020年も14勝2敗なんですよ。全く一緒なんですね。で、勝率も8割7分5厘で一緒。で、ウィップに関しても、まあ、0.89 という異次元の、ね、成績を出して、まあ、優勝してるわけですけども、まあ、その年と、ジャイアンツが優勝した年と、今年、菅野さんの成績、全くと言ってもあれですけど、ほぼ一緒なんですね。っていうところで、まあ、それを含めても、まあ、ジャイアンツ優勝するんちゃうかっていうふうに僕も思ってるんですね。で、お前さっきから優勝言いすぎやろと。ほんまに優勝できるんかいなっていうふうに思ってる人もいらっしゃると思うんで、ちょっとね、グラフね、用意してきましたんで、ちょっとグラフね、ちょっと見たいと思います。この辺にね、グラフ出して、見ていきたいと思うんですけど、
はい、こちらになりますと。はい、これね、めちゃくちゃ分かりやすい図なんですが、まあ、今、ジャイアンツ1位じゃないですか。で、2位、広島、3位、阪神、4位、DeNA っていうふうにいて、で、ここからの試合ね、まあ、例えば、ジャイアンツが、まあ、9勝8敗でいったとしたら、場合、広島は優勝するためには14勝6敗しないと優勝できないですね。で、阪神に至ってはまあ12勝2敗。まあもうえげつない数字ですけども、しないといけないというところで、まあ僕の考えで言うと、まあ、ジャイアンツ、まあ5部、まあ5部じゃなくてもまあ8勝9敗でいったとしても、広島が13勝7敗ですよ。で、阪神に至っては11勝3敗っていうところで、まあ、まあ無理ではないけども、まあ無理ではないけども、非常に厳しい数字、他球団からしたらね、じゃないかなっていうところで、まあそれも含めて、まあ優勝はするんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。まあその流れもありますし、まあこういった、表も見てもですね、なかなか、まあ巨人が、まあ大型連敗さえしなければ、6連敗、7連敗みたいなことをしなければ、まあ、おおよそですけど、まあ、5部ぐらいでいったとしたら、まあ、他の球団はものすごく勝たないといけないっていうのがあるんで、ちょっと、まあ、不可能ではないけども、まあ、ジャイアンツがね、これから大型連敗する可能性もありますけども、今現状のチーム状況、チームの流れ、チームの雰囲気考えると、まあ、そんな感じには僕は見えないので、うん。だから、まあ、ちょっと早とちり、かもしれないけども、まあ、優勝するんじゃないか。まあ、もう僕の中では優勝したというふうに、思ってるというところです。はい、戻ってきました。はい、ですね、まあ、今年ね、まあ、菅野さんが MVP っていうのはもう確定だと。もうそんなことはみんなわかってるという話なんですが、じゃあ、野手も頑張ってくれました。野手で一人だけ MVP あげるとするならば、誰でしょうっていうところで、ちょっとね、僕なりの野手の MVP っていうのを選んでいきたいと思います。まあ、皆さんいろいろ意見あると思います。例えばね、吉川選手、今年守備でもバッティングでもよく活躍しました、吉川選手ですよっていう人もいれば、いやいやいや、なんやかんや言うとやっぱり4番の岡本選手がいたからでしょっていう選手であったりとか、まあいろいろいると思います、はっきり言ってね。うん、まあ若手を MVP というふうにね、言う人はいないかもしれないけども、僕が思うにね、もうあくまで僕、主観的ですけども、僕が思うに野手の MVP はですね、丸佳浩さんだと思うんですね。僕は丸さんを選びたいんですよね。というのもですね、まあ理由は、やはり一番バッターとしてあれだけね、やってくれた。で、まあ、年齢もね、まあ、ベテランですよ。もうベテランですよっていうところで、まあ、体力的にもきついところありますと。で、去年で言ったら、まあ、スタメン落ちもありました。そんなところから一番に抜擢して、まあ、新岡さんのね、助言もありました。で、そっからね、一番で、まあ、盗塁もしましたし、で、ね、すごくね、打線がこう、ガーって引っ、こう、全然打ててない時に、一人だけずっと打ってたじゃないですか。っていうのも含めて、もう僕は、野手で言ったら丸さんちゃうかなと思ってるんですね。で、成績見ていくと、まあ、123試合出てるわけですよ、今年ね。で、2割7分9厘、11ホームラン、で、40打点、OPS742 ってなってるんですね。で、僕、だいぶ前の動画でも言ったかもしれないです。丸さん、今年、まあ、ホームラン狙ってないよ、というふうに言ったかもしれないけども、それでも11本ホームラン打ってるわけですよ。2桁打ってるわけ。わかる？そのバッターが、やっぱ、ジャイアンツの1番にいて、で、しっかり打線を牽引してくれてるっていうことが非常に僕は、もし優勝したんだとしたらね、するんだとしたらめちゃくちゃ大きかったと思うし、で、野手で一人だけ MVP 選ぶならって言われると僕は丸さんを選びたいんですよね。で、まあ忘れてはいけないのは本当に外国人選手なんですよね。MVP は僕は言わなかったですけども、やっぱりヘルナンデス、モンテスで、スカウトの方ですよね。スカウト陣がね、やっぱりこう引っ張ってきたっていうところを見つけてきたっていうところも非常に大きかったと思います。まあヘルナンデスもね、途中怪我してしまいましたけども、まあ間違いなくね、そのままね、怪我なくやってたら、まあ MVP に選ばれててもおかしくない活躍でしたし、で、モンテスもですね、自分から外野やりますよって言って、まあ、あまり慣れてないポジションをね、今レフトでやってくれてますと。で、無難にね、ちゃんとこなしてくれてますし、で、バッティングでも、おいおい、ヘルナンデス離脱したのに、お前ヘルナンデスみたいなやつおるやないかというふうなぐらいね、打ってくれてるわけなんで、もうね、ほんまに、なんて言うんだろう。素晴らしい外国人を拾ってきたって言い方あれですけど、見つけてきたなというふうに思いますし、本当に、スカウトの方もね、
まあ、今までのもしかしたらその判断基準というかね、ホームランバッターみたいな感じのバッターをずっと取ってきてましたけども、あ、それじゃあやっぱ日本のピッチャーレベル高いからちょっと通じないよねっていうところで、ちょっとヒットであったりかミートをうまいバッター、変化球を振らないバッターっていうところを多分取ってきたんかなというふうに思うので、まあ、そういったところでチームが一枚岩というかね、チーム一丸というふうになっているところが、まあ、優勝をできた、まあ、できたって言ったらあかんけども僕の中ではまあできたと思ってるんで、優勝できたと要因だと思いますし、で安倍監督もですね、まあ、その自分でね、しっかりこう言うところは言うんですけども、まあスカウト陣であったりとか編成の方であったりとか、まあ彼らが一番よく見てるんでというふうなところで、まあ、責任をね、彼らにねしっかりこう委託したというかね、まあ、そういったところの、まあ、組織マネジメントっていうところも非常に素晴らしかったなというふうに思うので、まあ、MVP、まとめるとみんなです。はい。てな感じでね、今日はちょっとねもう早とちりも過ぎるんですけども、ちょっとね、そんな感じで、MVP、まあ、菅野丸っていうところでね、やっていきたいと思い、やっていきたいというかね、僕は選んでいきたいと思いました。まあ皆さんもね、いろんなコメントあると思うんで、ぜひね、コメント欄で、お前早とちりすぎるやらとか、まあそういったコメントも絶対あるの分かってるんですけども、ぜひね、コメントどしどしよろしくお願いします。はい。で、最後にですけども、本当にもう一回言いますけども、今年中にチャンネル登録者数5万人マジでいきたいんで、多分ねこれね、チャンネル登録してない人も見てると思うんで、本当にねよろしくお願いします。ポチッと押して、高評価もポチッと押してくれたら、本当に5万人いったらマジで絶対ジャイアンツの選手呼んで対談するんで、本当にねよろしくお願いします。はい。てな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。